はい。皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、集客の反応がなくて落ち込む前に考えてほしいことというお話をしていきたいと思います。えー、集客の反応がないっていうのが、まあ、いろんなケースが考えられるんですけれどもうんあ、身近なところで言うと、例えば何か記事を投稿した、例えばフェイスブックで記事を投稿したいいねがつかないとか、 え、インスタグラムで、え、投稿した、え、その、クリック、コメントがないとか、反応がないとかですね。まあ、あと、もっと直接的なところで言うと、募集しました、え、反応ありません、集客できませんっていうケースとかね。まあ、反応がないということに対して、まあ、落ち込むわけですよね。で、当然、落ち込むイコール、 えっと、あと、集客に対してどういう対策をしたらいいのかっていう、まあ、前向きになれる人だと、まだ、その対策をどうしようっていうところまで考えられるんですけれども、あのー、よくご相談いただく場合にね、落ち込む、そして、あの、気持ちが萎える、発信もできない、自分の商品悪いんじゃないか、商品いじる、あとは値段が高かったから値段安くするとか、まあ、たいそういう、 行行動の傾向に行くんですよねでここ何件かちょっといろんなあのそのうまくいかなかった系の話で、まあ、もちろん落ち込んでない方もいらっしゃるんだけれども、まあ、どうしましょうっていうことでご相談を受けるケースが多い時に私がいつも感じる一つの方向性がありましてですね今日はそちらをちょっとまず伝えてまずそこじゃないですか っていう話をちょっとしようと思って、この動画を、はい、撮っておりますので、はいあの、集客ね、反応がなくて、ああ、落ち込んじゃうな、残念な気持ちになっちゃうな、っていう方にちょっと聞いてほしいな、というふうに思って語ってみたいと思います。はい、では、本題に入りたいと思います、えー。集客の反応がなくてですね、落ち込む前に考えてほしいことっていうのが、 これズバリですね、期待値高すぎませんかっていう話なんですよ。<laughs> 期待値高すぎ。はい。いろんなケースあるんですけどね。うん例えばですよ、募集をかけました。はい。まあちょっと高額講座だった場合とかいろいろあるんですけど、じゃあ高額講座でした。6席欲しかったです。2席でした。四席埋まらない。 残念みたいな感じとかまあこれが高額講座だった時ですよ。本人が6席やりたいわけですよ。2席残念とかね。じゃあこれがじゃあ20席やりたかったです。7席残念とかね。じゃあこれがあのじゃもうちょっと頑張れてた時で6席やりたくて4席でした。2席足りません。 満席にならならかったです残念とかね、まあ、さっきの「いいね」とかもそうですなんか渾身の記事書いたのに「いいね」もらえない残念とか、まあ、い,ろいろんな残念があるんですけどこれ何で残念に思うかっていうメカニズムって考えたことありますか <laughs> まあないから残念に思うんでしょうけれどもそれは 期待値が高すぎるからなんですよ、基本的に。まあ、私から言わせるとですね、もちろん私も満席は狙っていきますよ。行くんですけれども、なぜ、じゃあ1回の募集で満席になるって思ってるんですかっていうことです。その根拠を数字で語れますかという話なんですよ。私が言いたいのは。 数字で語れるということは再現性があったかどうかっていう活動をしましたかっていう話なんですよ。じゃあちょっとね分かりやすく事例を言いますよね。えっ、ー、とじゃあまあ「格講座」じゃなくてもいいですよ。「6席目標にしました」「じゃあ2席でした」っていう時があるとするじゃないですか。でその2席を 喜べない理由ですね4席足りないっていうその理由をまあ探すことになる、まあ、落ち込むとかいうのもあるのかもしれないんですけれどもじゃあ私から質問したいんですけれども6席の目標を立ててなぜ6席が満席になると思ったんですかっていう根拠が知りたいって言ったら根拠言えますかっていう話なんですよ。 根拠っていろんな根拠あるんですよ。前のデータがあればとてもわかりやすいです。根拠としては。まず。まずですよ。初めてじゃあ、例えば募集をかける講座だったとするじゃないですか。で、それが6席やりたかったのに、2席になっちゃいましたって。4席足りなかった。え、この2席って、初めて募集する講座だったら、いや、よくやったじゃないですか。まずは。 だって反応があるかどうかわからないのが初めての講座じゃないですか。それが反応があると確信する理由はどこにあるんですかと私は聞きたいんです。どちらかっていうと。でなければ行き当たりばったりと単なる願望で満席にしたいだけですよね。それなのに落ち込むってなんか変じゃないですかっていうのが私の感覚なんですよ。 だから、いや、期待値高すぎませんかっていうことなんです。あの、私のね、クライアントさんとかにも伝えたんですけれども、あの、確かね、稲森和夫さんの言葉で、経営に対してどういう考え方を持つかっていうのを考えているときに、計画はもう最大限ポジティブに、まあ、ちょっと本当の言葉ちょっと忘れちゃったんですけど、計画は最大限、あの、明るい未来を想像し、作って、で、 えと実行の段においてのチェックとか現実的な部分は悲観的に想像し、そして、えー、絶対成功するみたいな明るい気持ちで行動するみたいな、この考え方でや,やったらいいっていうのを言っていて、私基本その路線なんですよ。確、え、信、ー、を持ってうまくいくと信じて動きます。 計画もそのように動きます。だけれども、うまくいかない時の一番悪い状態も悲観的に考えて、そ,してそれの対策も打った上で動きます。だから、どっちの両極端のどっちも私想定して動いているので、あのうまくいかなかった場合に悪い方が出ちゃったなっていうことですぐに対策を打って挽回していくようにします。だから、落ち込んでる暇はないのですっていう状態なんですよ。 で、落ち込む場合の人って期待値が高いんですよね。なんで一発でうまくいっちゃうと思うんですかねっていう、そんな感じで。根拠が知りたいっていうことで、いや、わからないって言ったら、いや、単なるまぐれじゃないですか。そしたら。っていうことになります。じゃあ、根拠もうちょっと詰めていきますよ。根拠を詰めていく。じゃあ、例えば、えー、前回募集したっていうケースがあった時だとします。初めてじゃなくて。 前回募集したケースがあった時に6席瞬時に埋まりましたっていうケースがあったとします。だから今回も埋まると思ったって言います。いや、OK ですよ。内容的には。根拠としてはある。だけれども、前回とチェックしてほしいのがですね、前回とまず同じ動きをしたかどうかをチェックしてほしいんですよ。集客、募集をかけるのに段取りも含めて。 同じ動きをしたか例えば、えー、告知をしていく頻度とかね前回がめちゃくちゃ頑張ってて今回あんま頑張ってなかったらいやまずそこ頑張ってないじゃんっていう風になってそれが満席にになななるる理由になっていい根拠じゃないんですよ単なる願望なだけで願望に未来をかけてそして落ち込んでるってやっぱりおかしいんですよじゃあ次そのうまくいった前回と同じ動きをしましたはい まずこれはクリア系 OK ですよね。次。じゃあそれが半年前だったとします。で、今回が半年後だったとします。半年前と半年後、社会的な情勢とか社会的な環境、つまりライバルの動向とかそういうものも全く変わってませんかということです。 これね、大抵変わってるはずなんですよ。例えば前売れた講座があったとするじゃないですか。で自分がそれ売れてるよね、が他の人が見たとき真似して、その講座みたいなのが広く広がっちゃったら、ライバル増えちゃってる状態なわけですよ。だから社会的な環境とか外的要因は前回と全く一緒ですかっていうことも聞きたい。それ分析してますかっていう話です。うん 多分全く一緒ってなないはずなんですよ、まあ、逆に世の中の流れがいい感じに追い風になっちゃう時もありますけどね勝手に自分が努力してなくても勝手に埋まっちゃう時これも分析できてないと次うまくいかないんですよなぜかその時その世の中の流れが来ちゃってうまくいっちゃってるにもかかわらず自分の実力だと勘違いする人これうまくいかないですよ次だって分析できてないから あぐらかいちゃって、同じようにやっときゃどうにかなるでしょうって言って、あれ、うまくいかない、なんでだろうそして落ち込むとかね。あの、自分の実力じゃない時には、それをちゃんと把握しておかないといけないんですよ。で、逆に、自分の実力だった時には、もう一回同じことをやって再現することができたりもします。だから、外的環境は全く一緒ですかっていう話ですよ。そもそもそれ見てない人多いですけどね。で、そこがどうだったか。 まあじゃあ100歩譲ってそこがじゃあ全く同じだったとしましょう。で次、えー、自分の例えばメルマガの読者さんとか自分の LINE の読者さんあとはインスタグラムとか Facebook とか TwitterX かとか何でもいいですよそのフォロワーさんの質は前回と一緒ですか変わってませんか変わってない増やしてない。 とすると、単に見込み客が減っただけなだけですよね。前回募集したところで。で、その時に申し込まなかった人がもしかしたら今回申し込むかもしれません。その根拠はどこにあるんですかということです。見込み客の段階の層を A クラス、B クラス、C クラス、D クラスっていう人数を全部把握してますか ?C の人は遠い人。 A、B の人はもうちょっと。A の人はめちゃくちゃ濃い。この人数を自分が持っているお客様の中で何割がそこにいるかまで把握してますかしてれば次に何割の人が動くはずだから B の人を A に持ち上げてよりよく申し込む人であろう人たちの束が出来上がった。だから同じ確率で満席になるはず。この計算ができてるんだったらそれは なぜだろうって考える要因になったりしてもいいですよね。そこまで、そもそも計算している人は落ち込まないです。対策がわかってるから。はい、どうするべきかをわかってるから。なので、自分の持ってるお客様の層の分析がどこまでできているか。で、その層をさらに持ち上げるための、自分により近づい,いてきてもらって、申し込んでもらうための育成。 育成ってじゃあ何なのかって言ったらお役立ちコンテンツよりこの人から話を聞きたいと思うような内容あとキャラクターですねこれがちゃんと伝わっていてだんだん勝手に寄ってくる状態までできていれば商品って売れるんですよだから売れちゃった人がそこからいなくなるんでこの人たちを持ち上げるための教育がされていて同じように売れ続けるっていうことができるんですよだから非常に要因的には複雑な要因が 絡むのでそれ全部分析してますかということなんですよねだから分析ができてなかったとしたら単なる願望を自分が掲げてその願望に至らなかったといって落ち込む理由にならないということになります分析ができた上でもなぜだろうっていうとまあ、ちょっと考える理由にはなりますけれどもだとしたらその満席にならなかった時にその一つの 集客活動の中で何か価値ある実りを得ることができないかという仕掛けを持ってうまくいってもうまくいったら例えば集客が実るっていうのがうまくいった成果だったとしてうまくいかなかったとしてもいかない理由をちゃんと把握することができるような仕掛けがあればそれはいいじゃないですかその結果が出るから次の見込み客が わかるかもしれないじゃないですかそういう仕掛けをしておけばだからそれもせずして「人数足りなかったですなんか残念落ち込んでます」っていうのはあの違うでしょうということですだからそれは期待値高すぎでしょうということですやることやってないし分析もやってないからですだから逆に あの分析をしてやることをやったらまたうまくいくかもしれないじゃないですかだから基本考えてほしいのは前回うまくいった時があったとしたらその要因の分析です単に満席になったとかじゃなくってなぜ満席になったのかでそれは自分が計算して意図したものなのかっていうところまで把握すればうまくいきます、うん、でそこ結構ねポイントなんですよ 把握してれば、じゃあ、例えば、えー、っと、メルマガの読者が1000人いれば10人決まるだとするじゃないですか。確率論ですよ。だとしたら、2000人いればまたもう1回1000人の分の同じような分母率で10人決まるかもしれないじゃないですか。だから、その単純に倍やれば倍の同じだけの数が手に入るかもしれないじゃないですか。 じゃその活動してますかっていう話ですよね。見込み顧客として。で、実際はそんなにいらないですよ。あの、多分、前回にくすぶってた人たちがいて、どうしようかな、でもやっぱり似て合わないな、どうしようとかっていう人をあぶり出すことができれば、その人たちが決まれば、同じ線の中でも決まっていくかもしれません。だから、あの、自分が、えー、なぜうまくいってるのか、 なぜうまくいってないのかを把握して分析してそしてうまくいってるものをどうやったら再現できるのかっていうことの繰り返しなんですよだからあのよく勘違いされてますけれども皆さんねあの私だって新しい講座なんて一応うまくいかせるようには設計しますよ設計するけど全てが思い通りにいくはずがないんですよ。 はずがないんですよ。確率は高いです。皆さんよりいろいろ考えますからね。だけれども、出してみて初めてわかることってあるじゃないですか。ね、それを分析して、あ、こっちダメだったか。じゃあこっちの方から攻めてみるか。とか、で、やるんですよ。で、確率が高いところが見えてきたら、そこにエネルギーを投下して、よしって言って再現性を 何回も引き当てていくでこの再現性が引き当てられる時期も終わりが来ます終わりが来るんですよやり方変えたりターゲット変えたりとかでその頃の見切りがうまくいってた過去にすがるとうまくいかないんですよだって半年前はうまくいったのに1年前は大丈夫だったのにってことすがっても意味なくてもうまさに今旬な 世の中が変わっていくお客様の思考も変わっていく内容に合わせてサービスをプチリニューアルしながら発信するないしはリニューアルしなくてもいいですウール相手を変えればいいだけっていう時も多いから同じ商品でもでそういうアンテナを張りながら努力してますかっていうことなんですよその上で数分かってて満席にならなかった理由がちゃんと自分で確認できるかってこれがポイントなんですよ だからそれができない状態において、い前満席、その前も満席、だけど今回満席じゃなかった、落ち込むとか、いや、全然分析できてないやんっていう感じですよ。なぜ満席になったのか分析できない人は、あのその再現をすることができないんです。だからまぐれでなった人は、事業を変えたりとか、新しい講座を作ると、 まぐれでなってるだけだからうまくいいかないですだある程度引き当てることができる人っていうのはその再現性をどういうふうにチェックしていくのかっていうのが分かっていたりとかですねでそれをちゃんと精度を高く実験することができる人それも素早くです、はい。っていう感覚があるので、まあ、要は落ち込む前にあの考えようっていうのと。 いやあのもう期待値高すぎじゃないですかみたいなそこが私は大きな問題だと思いますねどちらかっていうとここ数人同じような案件であの聞いてるとですね期待値高いから落ち込むんですよ最悪の事態も想定しながらそれをどういうふうに出たデータをどう活用するかっていうところまで考えて動く分には なるほど、そういうことかって言って次に動くっていう、ただそれだけなのであの、そこにはあまり感情はいらなくてですね、はい。いや、いいんですよ、喜んで、満席だったら。喜んでいいんだけど、<laughs> うまくいかないときに落ち込む必要はないっていうことです、はい。だってそれだけのこと、大抵やってませんもん。お話聞いてるとね、私のところにご相談くる方。 前に何でうまくいったか分かってますかっていう話と同じ活動できてますかっていうことで言うと大体同じことできてないまあれに同じことをできていたとしても世の中変わってますしライバル変わってますけどそこの分析できてますかっていうそういう世界観はありますはいなのでえっ、ー、とそういう環境もね理解して再現性っていうことから、えー その同じ状況を作るっていうことを目標にしてみるのがいいんじゃないかろうかというふうに思っておりますはい、本日のまとめです集客の反応がなくて落ち込む前に考えてほしいことそれは自分の期待値高すぎませんかという話一つ目もう一つはその状況前にうまくいった状況を分析がしっかりできていてそれが再現できるだけのデータと行動ができてますか ということがポイントになりますので、ぜひそんなところもチェックしてみていただければと思います。それでは。